まずはじめに花園保育園より特徴通り石畳風道路の完成を祝ってマーチングバンドの演奏をしていただきます。それではゆりぐりさん、よろしくお願いします。はい、Thank you.
園ゆりぐみの皆さん、ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。旧市街が好きだったとかいう話がもうあったけど、でもね、それはやっぱりここで新宿から春日さんの演技が始まってるんですよ。今からね、こう石畳風の舗装にもしてね、はい、この辺りをこうね、やっぱりせっかくいいものがいっぱいあるんでね、はい、引き出していこうと思ってやってるんですよね。ぜひこれからも頑張ってください。頑張らないかよ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お邪魔いたしました。では、来賓の高島市長に一言ご挨拶をお願いいたします。高島市長、お願いします。改めまして皆様こんにちは。今日は雨の予報だったんですね。九州地方には、災害の警戒が必要だというぐらい、まあ、今日はもう雨天なのかな、できないのかなというふうに思っていたんですが、それを吹き飛ばしてくれたのが花園保育園の皆さんの素晴らしい演奏でした。皆さんの演奏が、始まるぞという時になったら雨が止んでくれて、皆さんと一緒にこの、渡り染めをすることができたことを本当に嬉しく思いますし、皆さんの本当に素晴らしい演奏でした。本当にありがとうございました。さて、福岡市では博多旧市街プロジェクトということで、この福岡市の この博多の2000年にわたる交流の歴史というものを見える化していこう、せっかくその2000年の交流の歴史を証明する例えば神社とか仏閣とか素晴らしいものがあるのに、それが点在しているだけでそれらがつながっていない、街並みになっていないっていうところがとってももったいないなというふうに思っていたわけです。こうしたものをつないでいく、街並みを作っていく、まあ、こうした、きっかけとして、この石畳の通りのプロジェクトをスタートして2年間にわたる、工事を経て大変、浜地会長をはじめ地元の皆さんにもご協力をいただきました。また工事関係者の皆様にも、安全無事に工事を進めていただくことで今日、このような形で、お披露目の式になったわけでございます。最初博多旧市街プロジェクトと言いますとね、旧市街じゃ何事かというその名前が気に入らんというようなお声も実はあったんですね。旧の市街じゃなくて古いって言われてるみたいで嫌だ。でも実はこれは福岡の歴史の始まりの地であるという、これは誇りでありプライドなんですね。海外などに行っても旧市街新市街という言い方をしていて、間違いなくこれはもう観光客も皆さん目指していくのは旧市街を目指していくんですね。そういう歴史を皆さん知りに行くわけです。今回こういう石畳の舗装ができたんですけれども、新たにこうした石畳に合う形でお店が何軒かもうすでにオープンをしていただいたりということで、きっとこれから時間が経てば経つほどよりこの通り自体がいい感じで熟成をしてきて、また民間の皆さんも建て替えるときにこの通りに合う形に少しずつ建て替えをしてくれる、そういったことも期待をし、そしてこの通り自体が非常にその博多の原点である歴史を感じさせてくれるような素晴らしい趣のある通りになることを期待をいたします。まもなく追山の日を迎えますけれども、追山になりますとこの前をですから石畳の上を山が駆け抜けていくということですね。そういう意味では今年の大山も大変楽しみでございます。ぜひこれから皆様に愛される素晴らしい国商通りにこれからもなっていくこと、そして町がこれからもますます地域の団結協力によって素晴らしい町になることを記念いたしまして挨拶とさせていただきます。大変ご協力ありがとうございました。高島市長ありがとうございました。選手、皆様方と一緒に博多祝い歌手一本を入れてお祝いをさせていただきたいと思います。ご唱和のほどよろしくお願いをいたします。祝いめでたの若松様よ、若松様よ、